どうも、レオです。これからね、人参しりしりを作っていきたいと思いますが、こちらはね、サブチャンネルの方で、公開しております。料理が苦手な平凡男子でも簡単に作れる人参しりしりの作り方、こちらを少しね、僕のコメントを挟みつつ、ちょっと見ていきたいと思います。皆様にも、ご覧いただければと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。まあそもそもね、僕そんなに料理が得意ではないので、今までそんな料理をねしてきてないんですよ。なのでちょっと頑張りつつね、ちょっとずつちょっとずついろいろな所作などうまくなっていきたいなって思いつつ、料理をしております。はい。中でもこちらの人参しりしりは、材料も少ないですし、食材は人参と卵だけですので、とてもやはり作りやすく簡単な、料理だと思います。はい。早速ですね、いい音を出しておりますが、見ての通り包丁の手さばきも危ういです。特に人参は普通の野菜よりも少し硬いので、これから千切りにしていくんですけれども、ちょっとね、芯に近いところになるとこんな感じでなかなかうまく切れなくて手こずっております。で、すごいね、この動いてる下のまな板、これ100均のまな板なんですけど、ね、めちゃくちゃ動いて、いや使いづらいな、やりづらいなと思いながら切ってるんですけども、いろいろとね、コメントもいただきまして、下にタオル引けばいい、なるほどな、その発想はなかった、そういうところも含めてうまくなっていければなと、思います。まあ、そんなに不器用な方ではないので、やってるうちにね、きっとこういう切り方もうまくなっていくんじゃないかななんて思っておりますが、結構この千切りをね、まあこの動画も含めて、まあいろいろと日頃の生活の中で料理していくとだいぶ上達するもんですね。上達と言いますか、まあこれ切ってる時はこの千切りを、人参の千切りをするのは、人生2回目だったので、まあ、まだまだこんなおぼつかない感じですけど、まあ、まだね、まだおぼつかないけど、でもこれ切ってる時よりはだいぶこんな感じにやっていけばいいかなってことで、少し手際が良くなっているんじゃないかと思いたいです。はい。こっからね、ささ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 って全部、あまり人参が動かず千切りが、このパンっていうのは、編集で千切り作ろうと思って無理だっていう諦めたところです。まあ、動くのもそうなんですけど、このテーブルもちょっとだけね、僕の身長からすると低いので、だいぶ中腰になってやってます。自分で見てても危なっかしいなと思いますねでも頑張ってね、なるべく細い
あんまり厚みのない人参を作ろうと切ってます。パトがないので今こうやってお皿で代用してますけど、後々そういう食材切ったやつを置いとくような調理器具も欲しいですね。何せまだね、100均のまな板を使ってるぐらいなのでまあ正直まな板ね、よくいいのかいい悪いよくわかんないんですよね。結局ね、汚くなっていくものなんで、まあ、安いのでもいいのかなと思って今100均ので使ってますけど、切りやすい、扱いやすいまな板がもしあればなんか教えてくれると嬉しいです。最近だと、まあ、料理男子なんていうの言葉は、まあ、当たり前のようにね、なってると思いますけども、皆さんどうですかね。料理する男子は、まあ、嫌いって人はいないと思うけど、まあできたらいいんじゃないのみたいな具合なんですかね。まあ料理ができる男もいれば、料理ができない女の子もいるわけですからね。ということで、よいしょって言ってますけど、人参が無事に切り終わりました。もう少しなんか別のカットも増やせると、パンパンパンと、テンポ良くなっていいのかな。これね、綺麗に綺麗に卵が割れなかった、あちゃーって感じ。結構その一本のまあずーっと撮り続けているような映像に見えると思うんですけども、結構カット入れて、間つまんないとかしてます。ごま油入れて、ごま油の匂いってすごいいい匂いしますよね。サラダ油がなんかね、ちょっと苦手じゃないですけど、サラダ油使うぐらいだったらごま油使いたいなっていう、まあ、もしくはオリーブオイル使いたいなっていう、なるべくサラダ油は使いたくないなって思っちゃいますね。まあ安いからな、結局そっち使うんだけどな。ちょっと柔らかくなってきました。でここから調味料を足していきます。味付けですね。みりんってスイート酒って言うんだね。この字幕つけてる時に初めて気づきました。初めて、気づいたっていうか初めて知りました。はい、醤油、で砂糖。人参しりしりって、まあ、食べたことない人からすると全然味想像つかないですよね。
味気ない人参の炒め物っていう風に、うん、思ってる人ももしかしたらいるかもしれないですね。全然味付けによって全然変わるんですけど、このレシピの味付けはすごく出汁が効いてて、まあ元々の人参の甘さもあるんですけど、すごい和風な感じになって美味しいです。あ、これ失敗してます。白ごまは食べる直前に上からかけるはずだったんですけど、間違えて入れちゃってます。なのでちょっと跳ねますごまがこれね、やっちまった。そう、今これ白いからさ、色鮮やかだけど、色鮮やかってわけっていうか、ちょっとね、色が添えられてますけど、もうこれで煮ちゃったら色同じになっちゃうじゃんっていうね、これは失敗点ですね。で、卵入れて、もうこの状態で見ていただくと、だいぶ人参がしんなりしてるというか、うん、柔らかくなってるので、でも適度にね、歯ごたえと言いますか、うん、軽く炒めてるだけなので歯ごたえもありつつ美味しいです。これで人参1本分か1本半分か、うん、なのですごい安く手頃に作れますね。卵もこれ1個しか入ってないので、うん、ちょっと歯応えといいますか、ちょっと音が聞こえましたね。ま、召し上がれ。